どういうことでも行政が最終的に管理していますから、例えば、税理士事務所、ね、税理士さんでも税務署の言うことを聞くしかないんですよね。申請するための書類作るだけで、こういう感覚は一緒です。だから最終的に役所に誰が提出するかということですね、まあ、その資格もいるということを知ってもらいたいということが一点あります、まあ、こういうルールというのは、日本でも中国でも同じような形だと思ってください、はい、で会社設立に関する話について、少ししていきます。中国で会社を設立する際というのは法人でも、ね、これ法人としても登記できますし、個人としての登記もできます。法人個人ともに OK なんですね。例えばこれ疑問に思うと思うんですけども、こう皆さんね、会社、中国に会社持っていなかったらですね、そんな仕事はできないんじゃないか、例えば日本に、ね、会社持ってなかったら会社できないんじゃないかという、疑問というか不安な点というのがあると思うんですけども、それは関係ないです。正直なところを言うと、正直会社は設立することは可能です。はい。で、これは個人であっても法人であってもですね、それ必要なことっていうのはどういうことかというと、何が必要なのかというと、中国で会社する際ね、必要なことは公証というものがいるんですね。これ公証って何なのかというと、法人でも個人に対しても、要は在日中国大使館ですね。中国大使館で、このあなたの書類っていうのはね、例えば個人の場合だったら、こうパスポート。あとはこれ会社の場合だと、謄本ですね。が、正しいかどうかっていうのを、こう中国、日本の中国大使館ですね。中国大使館で、書類、ハンコポンってついてもらったんですね。ハンコポンってついてもらったんです、これ交渉ですね。で、そういうふうなものがあればですね、まあ、要は大使館が認定したら、要はいいということですね。で、あと、必要なことっていうのは、要は中国で会社を作るわけですから、何がいるかというとね、お金、いります。要は資本。資本として、いくらあるかっていうことですね。大体中国で投資するんだったらですね、例えば、50万元、100万元って言われる、要は日本円の単位で貯蓄があるかですね、貯金があるかっていうのを、これは銀行、取引銀行ね、銀行さんで、まあ、資金、証明ですね、まあ、信用証明というかな、まあ、そういうふうな書類を作ってもらえばいいです。大体都市銀行さんだったら知ってます。中国で会社作りたいんですけども、この預貯金であるんで、銀行の、ね、支店長さんのこうハンコポンとついてもらって、これは日本文でも英文でも OK です。まあ、こういうふうな書類を準備すれば、まあ、とりあえず会社設立のね、スタートを切ることができます。これ日本側ですね。日本側で、スタートを切ることができます。そうですね。だから日本側で準備することっていうのはこの2点です。大まかに。まあ、あと写真とかね、まあ、細かい話はあるんですけども、パスポートのコピーとか。まあ、それはね、すぐできる話なんで。で、まあ、役所に出さなきゃならないということは、交渉、会社の謄本か、個人のね、パスポートが正しいものですよというのを、まあ、これ、交渉法務局もなんだけど、初めね。で、その、中国大使館に行って、ハンコポンポンってついてもらえばいいということです。で、あと、資本金の証明。要は、会社作るのに、要は、お金がない人が会社作りたいって言っても、要は営業部署出しても意味ないですよね、中国としては。ちゃんと資本を投入してくれて、間違いなく入れてくれますよと。で、資金状態が問題ないですよということを、日本の取引銀行さんで、書いてもらいます。
信用ですね、まあ、要は残高証明みたいなものです。でこれで、会社登記のスタートを切れるということになります。ここまで何か質問ないですか。そうしますと、はい、やっぱり、まあ、その証明が取れた後でですね、はい、そのまあ資金を、まあ、どう使うてもそれは構わないわけですかね。それともある程度の期間はその資金を動かしてはならないとか。ああ、あの実際のところ紙 A4 の紙1枚しかないんで、それは分からないと分からないですからね。でも使ってしまったらその会社作って、資本金その金額が動いても流動しても問題はないです。あの銀行さんから出るのは A4 の紙1枚で、あの支店長のハンコと銀行員、銀行社員ですね、ピンポンって押してもらってるハンコの証明で2人です、資金信用証明っていうか、そういうのが出ればいいです。私の質問は、あの東京の新宿に登記されている資本金9000万円の会社なんですけども、はい、あの実際あの今あの小谷社長おっしゃったように東京の法務局で、はい、ちゃんと、認めていただいて、はい、その後にそれをあの中国大使館で、はい、あの代表取締役の代表員とそれからあの会社の登記簿とかと両方、はい、交渉を取ったんですが、はい、あの個人で個人の場合は今社長のパスポートとおっしゃったんですけど、はい、パスポートも同じように個人でもし開設する場合にはやはり東京における中国大使館に同じようなプロセスをするんです。そうですね。で個人の場合今個人の場合の話を聞いたんですけど、個人の場合はパスポートですね。パスポートというのはこれ外務省が発行しているものですから、外務省行ってその交渉取りたいんでっていうのは書類なんか栄養の紙なんかくれます。でこのパスポートは確かに外務省が発行したものですって書いてるんですね。でそのパスポート、その紙を持って、でパスポート原本だと思うんですけど、持ってあの中国大使館に行きます。東京にあるそれを持っていけばあのなんか、判子というか押してくれます。はい、でその書類があれば個人でも会社作ることが可能です。個人出資の会社は可能ですね。はい、特には超えないですか。はい、それですね、まあ、今お話したのは日本側で準備するものとしては交渉並びに銀行の資金証明というものが取れればいいと。じゃあその後に中国に来て何をするのかというと、一番初めしなければならないことというのは住所ですね。これは会社登記の住所、登記先ですね。登記住所がどこになるのかっていうことがあるんですね。で、登記住所というのはどこでもいいのかというとどこでもいいわけではないんですね。で、中国でですね、会社を作る場合は中国の建物物件に対して使用用途っていうのがあります。で使用用途に記載されている内容で、住宅ですねっていう書かれているところは、これは事務所としての登記は不可能です。で要は事務所登記としてできる商用登記できる場所、っていうのがありますので、そういうふうな、例えば、ここもオフィス物件ですけども、要は事務所物件並びに例えば工場物件とか店舗商用物件、というふうな、ところですね。そういうところの物件に借りなければなりません。で、とりあえず住所探さなダメなんですね。